ミスターリーは、女性コーラスグループ、ザ・ボベッツが1957年に発表した楽曲、デビュー曲ながら、大ヒットした。ザ・ボベッツニューヨーク市、イースト・ハーレムに住む、いずれもアフリカ系アメリカ人のジャニー・ポート、エマ・ポート、レザー・ディクソン、ローラ・ウェッブ、ヘレン・ギャザーズの5人は1955年に、ザ・ハーレム・クイーンズというグループを結成した。グループは、 アポロシアターで開かれたアマチュアだけのコンサートに出演したとき、レコードプロデューサーのジェームズ・デイリーに見出され、アトランティックレコードと契約した。デビューシングルに選ばれたのは、グループ5人で書いた、ミスター・アリーで、リーとは彼女らが通った学校の実在する教師の、名だった。アトランティックの幹部は、リー先生を物笑いにするような内容の歌詞を、ラブソングに書き換える、よう要求。 その結果、ザ・アグリエスト・ティーチャーという言葉は、ザ・ハンサミスとスウィーティーに変わった。グループはザ・ボベッツと名を変え、1957年6月に本作品を発表した。ミスター・リーは、ビルボードのポップチャートで6位、R&B チャートで1位、カナダのチャムチャートも1位と、目覚ましいヒットを放ち、プラチナディスクに認定された。スタンド・バイ・ミー、ビッグタウンなどの映画に使用された。 ありがとうございます。